注目の一戦が間もなく試合開始です。このスライディングが決まった。またごとぶつかっていった。キャバタ君、お箱のヒールリフだ。フリーマン君、ボールを狙うも届かない。これはまずい。アレン君、ハネスエもらった。ドライクラー、圧倒的パワーで吹き飛ばした。邪魔するな。破壊、うん、僕のおかげだね。さあ、覚悟はいいか。これはまさに力こそ。これがスーパーフルーパー。ジドウ君、ここは身を挺して止めに行く。ブレイク君、シュートまで持ち込めるか。ぶっ壊れろ。横跳びで鋭く反応。横跳びで抑えた。パントキック、どこまで運べるか。ブライアン君、ここは抜かせません。ボールを狙うも届かない。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。あとドリブルを見送る。よし、君早く見送るシュートだ。よし、ストーン君、このボールに立ちはだかる。これを張ってボールを止めた。やっぱりね。ヒューガ、あとドリブルを見送る。チャンスが決まった。さあ、ゲームを支配する時間だ。チーム全体がまるでキャプテンの手足のように動いている。ラジャク、完璧に抜き取った。無駄さ。よう、ナイスプレー。もらった。ナイスプレーだ。ここは抜かせません。横にかわして突破。出るぞ。まずいな。ここからシュートに持っていく。なめるな。若林君、横に飛んだ。ああ、これも取った。パントキック、どこまで運べるか。ライアン君、ボールを奪った。センターラインを越えて攻め込む。翼君、激しいタックル。このタックルは不発に終わります。それエミール君、激しいタックル。それここはパスを出した。もうかくもらったよ。ここからチャンスを作れるか。無駄だ。ナイスプレーだ。ここはパスを出した。翼君、ボールは友達。これだ。離しません。まずい。両友、ここで激突。空高くで火花を散らす。翼君、ボールを蹴り出した。取った。アズマン君、野生的だ。前半もすでに15分が経過しました。どうだ。ここからさらに白熱した展開が期待されます。マラ君、ここは抜かせません。パスを回す。ヤシが決まった。ここはパスを出した。それ、パスを回す。ライアン君、スルーパスを狙う。それ、破壊力抜群の突破だ。ほら、邪魔だ。へえ、やるじゃないか。ブレイク君、俺の前に壁はねえ。これは大地をスーパーブレイク。シュート、軽快な必殺のシュートだ。このシュートを完璧にブロック。パントキック、どこまで運べるか。クラッチが決まった。翼君、そこで奪った。ライアン君、ここは抜かせません。ブレイク君、破壊力抜群の突破だ。ぜひするか。相手のシュート、ナイスプレー。一気に攻めたいところ。翼君、これは南米式のドリブルだ。やった。ストーン君、このスライディングが決まった。さあ、ゴール前です。ウォーカー君、ここはキーパーとの勝負だ。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。パスを回す。横をすり抜けた。もらったぞ。ナイスプレーだ。ライアン君、ボールを狙うも届かない。みんな行くぞ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。わかんなと。翼君、一発でシュートで強打を狙う。迫力
力あるセービング、パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。このタックルは不発に終わる。チャージが決まった。逆サイドにボールを振るブレンチ君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。しまった、もらった。得意のヒールリフトで抜いた。みんな一気に行く。こうなったな。チームに絶対に負けた。この手足のように動いている。まっさらからシュートを受け止めた。これが若林源三だ。パントキックで大きく蹴り出した。長いパスが通った。あとドリブルは見送る。翼くん、これで前半を終えて未だ同点。さあ注目の後半戦、シェンク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。マト君、ここで止めた。あとドリブルを見送るストーン君、ボールを狙うも届かない。肩ごとぶつかっていった。翼君、お箱のヒールリフトだ。ジャック君、ボールを狙うも届かない。マト君、ここで止めた。ここでパスカット。よし、ジャンプ君、素早く横にかわす。鮮やかなジャンプ、パスを出します。素早く、これは南米式のドリブルだ。はっ、はあ、このパスは通らない。翼さん、このタックルは不発に終わります。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みました。ブレイク、破壊力抜群の突破だ。これはスプレッシュートだ。これも取った。パントキック、どこまで運べるか。エミール君、ボールを奪った。ブレイク君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルでボールを運ぶ。ウィリアム君、スライディングでカット。マサオ君、ここは抜かせません。エミール君、このパスをカットします。タックルが炸裂。ライアン君、パスを出します。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。敵陣へ攻め込みます。ジンゴ君、激しいタックル。ミサキ、これで。ミサキ君、素早く横にかわす。ウィリアム君、ボールを狙うも届かない。ウォーカー君、センターラインを越えて攻め込む。素早く横にかわす。さあゴール前です。パントキック、どこまで運べるか。それウィリアム君、ワンタッチで送る。ボールを狙うも届かない。ブレイク君、センターラインを越えて攻め込む。すでに後半も半分が経過。このくらい、ここからの時点は非常に大きい。ナイスプレーだぞ。それエルドインスライディング。君たちに勝ち目はない。これは見極められるか。まるでキャプテンの手足のように動いている。さあ止めてみたまえ。これは足を交差させて蹴るトリックシュート。ソーダ君、こぼれ球をキープ。両者激しく激突。空高くで火花を散らす。よという再び激突。ミサキ君、ナイスパスだ。蹴り出した。やった。アメリカ、ここは戻りながらのディフェンス。ドリブルでボールを運ぶ。そらエドワー君、ボールを狙うアレーカイ。ライアン君、スライディングでカット。はあ、ブレイク君、ここからチャンスを作れるか。両雄、ここで激突。空中での激突だ。翼君、ボールを蹴り出した。ジャンプ一番かわした。ボールを狙った。アレイ君、ここは抜かせません。マサオ君、激しいタックル。ボールダッシュ成功。ぶつかっていった。
パスを出します。一気に決める。ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。もらったぞ。と奪い返した。それドライキ君、破壊力抜群の突破だ。このパスをトラップ。ジュータイ君、激しいタックル。エミール君、ここで止めた。ラスト君、完璧に抜き去った。シュートに持っていく。気分が乗ってきたよ。ライアン君、このテクニック見せてあげよう。トリックシュート、このシュートを完璧にブロック。パントキックで大きく蹴り出した。もらったぞ。ポイント、よし。クリーマン君、よし。ボールを狙える。なんだと。ここからチャンスを作れるか。よし、フェイント。止めろ止めろ。レオタイガーショット。ここだ。横に飛んだ。力強くボールをキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。もらった。ライアン君、完璧に抜き去った。かわして振り切った。ブレイク君、センターラインを攻め込む。ライアン君、狙いすました。サイドクルー、まずい。まずい。容赦一歩も譲れず。さあ、延長戦開始です。よし、よし。キューガ君、くらえ。ナイスプレーだ。ドリブルでボールを取る。それ、フェイント。このタックルは不発に終わります。ベル君、それ激しいタックル。ライアン君、そんな鮮やかな股抜きだ。やった。圧倒的パワーで吹き飛ばした。カットタックルだ。スライディングでカット。エミール君、ボールを狙うも届かない。体ごとぶつかっていった。ライアン君、ボールを狙うも届かない。デル君、見たか。ミストロン君、ボールダッシュ成功。敵陣へ攻め込みます。シュートスライディング。松山君、パスを出します。翼、翼さん、翼さん、ダイレクトでパス。ワンタッチで送る。どうだ。あっと、フェイント。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。さあ、ゲームを支配する時間だ。チーム全体がまるでキャプテンの手足のように動いている。ドリブルでボールを運ぶ。抜かせるか。松山君、ナイスプレーだ。エミール君、このスライディングが決まった。ウォーカー君、必殺のシュートを放った。かろうじてこのボールを弾く。あっと、ここでそれ、いよいよ延長戦も後半だった。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。破壊力抜群の、まずい。パスを出します。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。ブレイクシュート、必殺シュートだ。これはキャッチできない。若林君、ゴールを割らせません。パントキック、どこまで運べるか。エミール君、さあ、ここで奪った。激しいタックル。ナイスプレーだ。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。体ごとぶつかっていった。ブレイク君、こいつだ。センターラインを越えて攻め込む。もらった。タックルが、ナイスプレーだ。狙いすました。パスを送る。チャンスが決まった。マゾン、ジトー君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。いけ、クリーマン君、パスを出す。それ、ヤハ君、激しいタックル。クラリッと奪い返した。それは、ジャス君、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。鋭い
ソライディングライクブレイクか。どうだ、センターライトを超えちゃって、センターライトキューガー、よし、あとはタッドリブルを見送る、止められない、これは予想外だ、タイガーショットだ、ここでタイガーショット発進だ、迫力あるセリ、ここでタイムアップ、重要な一番手を担います、さあどうだ、このシュート、このためにグラウンドに立っているんだ、責任重大な一番手として登場です、これだぞ、どうだ、取った、まさに鉄壁の守り、ここを決めればさらにリードを広げられます、それはどうか、狙い、勝つと言ったら勝つ、ゴールをゲット、ここを冷静に決めて追いつくことができるか、さあどうだ、鮮やかに、僕を誰だと思っている、この場面でリードを広げることができるか、新田君俺の実力なら当然だぜ、ペナルティースポットに向かってゆっくりと歩を進めます、止まった、このシュートを決めた、やったね、この場面でリードを広げることができるか、止まった、ゴールに立ち塞がった、ここを冷静に決めて追いつくことができるか、これはどうか、ジャック君、あ、やってやったぞ、決めました、この重要な5番手のキッカーを任されました、さあどうだ、鮮やかにゴールを決めました、やったやったぜ、みんな5番手の大役を担いペナルティースポットへと向かいます、取った取った、まさに鉄壁の守り、Thank you everyone for watching. Don't forget to request me for the next video.